セスナ150の大気速度計。画像内の文字は、それぞれ V 速度を示す。緑の文字は、左から VS、VC、VD を示す。V 速度とは、すべての航空機に存在する、規則速度を定義するために用いられる、航空用語のことである。これらの速度は飛行試験中に航空機設計者と製造業者によって算出され、その後、 航空機の形式証明試験で政府の飛行検査官によって正式に決められる。一般的に V 速度を用いることは航空安全、航空機の性能、またはその両方を最大限に高めるためのベストプラクティスとみなされている。一般航空などの航空機に使用されている待機、速度計では V 速度を示すために待機速度が書かれた上から個線及び線で 色分けされている。上手で説明すると、下端にある緑色の古線はフラップを格納した状態での失速速度を、白色の古線はフラップを完全に展開した状態での失速速度を示しており、いずれも最大重量時の失速速度となっている。黄色の古線は航空機が通常飛行する際の速度を決めた範囲であり、赤線のビニーは超過禁止速度を示している。 V 速度を正しく表示することは、ほとんどの国で航空機の形式証明のために必要な条件とされている。最も一般的な V 速度は、政府の航空法に基づいて定義されている。アメリカでは、連邦航空規則、または FAR として知られている、連邦規則集のタイトル14に定義されている。カナダではカナダ運輸省が作成した。 航空情報マニュアル第26条に V 速度が定義されている。FAR の23条、25条及びそれに相当する V 速度の定義は航空機の設計または認証であり航空機を運用可能にするものではないとされている。以下の V 速度は規制によって定義されている。一般的にこれらは機体の重量やフライトの状況などによって左右されるが 説明を簡潔にするために一部を省略している。以外の V 速度は特定の航空機にのみ適用され、規制によって定義されていない。制限速度が、マッハ数になるときには、音速で表される。例えば、ベモ m 最大運用制限速度。MMO、最大運用制限音速となる。V1 は、エンジン故障認識速度、離陸決定速度、離陸決心速度と呼ばれ、 特に多発飛行機において、エンジンが故障したりタイヤが破裂したりするなど、別の問題が発生したとしても離陸を続けなければ、ならない速度のことである。この速度は、航空機の種類によって異なる。また、機体の重量、滑走路の長さ、フラップの設定、エンジン水力、滑走路の表面状況などによっても変化するため、離陸前に、パイロットが設定しなければならない。 V1 を超えてから離陸を中止すると、滑走路内で停止することができずに滑走路をオーバーランするため離陸中止はできない、もしくは推奨されない。言い換えれば、離陸決心速度を超えた場合は、必ず離陸しなければならない。V1 到達後の離陸滑走中に臨海発動機が不作動になるトラブルがあった場合は、離陸操作を継続し、上空で引き返すかどうかを判断することになる。 おおよそジェット機での V1 は140から160キース、小型プロペラ機では40から60キース程度となっている。二人乗務の場合には片方の操縦士が速度計を見ながら呼びかけを行い、これに合わせて操縦桿を握る操縦士が上昇操作を行う。V1 は管轄区域によって定義される内容が異なる。ありがとうございます。